し、家帰例えば普通のさ、じゃあ28歳のさ、まあ正社員のお姉ちゃんがさ、どんな生活をするか、お兄ちゃんでもお姉ちゃんでもいいけどさ、普通仕事行くじゃん、帰ってくるじゃん。でそしたらさ、まあテレビでも見てぐるぐるするかさ、ぐるぐるしないゴロゴロするかさ、まあそんな感じじゃん。その時間帯は交感神経が優位な状況にあるけどさ、ゲームしてる間って基本的に交感神経が優位になるからね、マジでね、交感神経ばかりを使うことになるので、なんか今ワンチャンすれ違った臭いです。めっちゃダメージ入れた。あとは許して。それでダメだと思った。イエーイ。めっちゃ削った、いきなり。うちのチームのね、立ち回りがちだった。あ？やられたぞ、そこ。OK。よし、近づきながらリロード。来た。OK。内側に出てくるか。一回待つ。いるな。わかんねえ。うわぁ、いや。OK、強い俺。逃げる。よいしょ。OK、ナイス。いいな。OK。スポッティングフレアがいい感じの働きしてる、マジで。これだよな、まさに。スポッティングフレアと突撃歩兵のね、突撃部隊の組み合わせが強い。おお、人いるな。やべ。OK、ナイス。指摘いたらやばいぞ。弾がない、もう一発も。俺の愛人が。よいしょ。銃貸して。やべ。おお。やった、残酷だ、当たりだ。銃剣なのか残念だけど、起きてる。やべ、もう間に合わないかも。こっち逃げる。一回隠れる。よ、すぐ横いんな。こっち来るね。OK。何連キルした ?14 キルした俺。早い。めっちゃ早いな。こういう格闘戦ならめっちゃ強いからね。コンクエストこういう格闘戦があんまり控えることがないからコンクエストやんない。それだけだよ。ただ。やべえ、あれはこっち側から行くとよくない。あとね。ダメだ、こっち来る。あー、こっち来てるな。やべやべやべ。下がった方がいい、下がった方がいい。いるね。下がる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 。ちょっと一回下がった方がいいな、本格的に。よいしょよいしょ。美しい立ち回りの世界。よし、ダメージをいっぱい入れた。そろそろ弾がなくなるな。OK。スポッティングフレアが切れたな。この銃貸してくんねえかな。なんだろう。突撃砲兵かなんかだな。ミサイトいいぞ。くれ。下がる下がる。初期仕様か、これ。初期仕様嫌だな。下がる。前に出る前に出る。下がる前に出る交互に繰り返すというのがね、まあただただね、基本的な戦術だから、ね、入るか。なんか警戒してるチームいる？いねえな。セントリーキットどうしようかな。取るか取らないか悩むな。取れないな。危ねえ。来るな、これ。OK、潰した。多分まだある。これ偵察兵だな。ダメだ、これ。お追加して。やべ、晴れてきた。まずい、これ。立ち回り変えない、変えないと無理だな。もう21連キルしてやべえよ。見られた可能性大なんだけど。ええ。ほら、フェイントだよ、フェイント。銃が欲しいな、そろそろ。サムマシンガンが欲しい。やべえ、右腕の袖が降りてきた。やべやべ。ショットガンだね、ショットガンじゃねえ、あれなんかライフルだ。ダメだ、あれやりきれない。40ダメージ入れたんだよ、でも今、あ、一瞬で。潰した。よし、あと2マグか。2マグがきついな。2マグだとそろそろ新しい武器探した方がいいな。あ、知らねえ、あれ。あそこら辺に向けて適当に撃っただけっていう。お前なんか殺されそうだな、そろそろ。なんか、いるな。おお、シーラね。あと8発で弾が。何でもいいから銃をよこせ。お前殺す。おいしょ。おいしょ。銃貸せ、銃。銃どこだ、銃どれだ、銃。銃どれだ、俺、もう何でもいいよ。あったあったあった。突撃兵、突撃兵。突撃歩兵じゃなくて、突撃。え、なんかもう弾、え、もうなんかよくわかんない状況が。ハンドガンだけでやるの、俺。もう厳しくね、それは。
さすがに厳しい。いろいろと。え、あった。厳しい。弾くれもどうでもいいから。なんでもいいから弾よこせ。警察兵でもいいよ、じゃあ。フローマストップ貸してくれ。これなんで回収できないんだろう。あ、回収できた。ふぅ、銃剣か。すげえ、ゼロデスパターンかもしれない、これは。ワンチャンあり得る。来てるな。ちょっと待つか、一回。いるな、こっち側。ちょっと一人は寂しいな。上のチームか。上分からねえな。もっと慎重に、慎重すぎるな。落ち詰める。バレたか？やったな、味方が。こっち行った方がいい。こっち行った方がいいかと思ったけど、やっぱやめち。いるな。多分何人かいてもおかしくない。危ね、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 死ね、死ね、死ね、死んだー。26連キルで強、死んだー、動画かけて。光線ってどう思いますか？わかんねえ。反動方向でバレル見れ、バレル変わるだけです。やった。ああ、悲しみ。ふぅ。すげえ強かった、俺でも。26連キルかました。すげえ。格闘戦ならね、まあ相当強いからな。COD 出身の人は基本的にね、格闘戦も強い。B ファンの人もっさりしてるからダメだ。動きが。マジかよ。マジかよ。どうせ雑魚だと思ったらね、普通にやられた。乗り越える、乗り越えてからね、当たり始めるまでのあれはあるからね、確かにね。舐めたことしてはいけなかった。乗り越えるの弱いんで。乗り越えるとね、BO3 みたいにね、ブーストダッシュみたいにないからね、そういうことはできない。隣にいますよみたいな落ちだと困るんだけど。下げらしたって、下がらせた。下がらせた。下げらしたってなんだよ。日本語としてはもう謎すぎるだろ。スポッティング、あれだね、スポッティングフレアがありがたかった、めっちゃ。立ち回りが余裕だった。霧が出てた頃のスポッティングフレア、マジありがたい。とりあえず撃つ。補給マンがいればね、もっとやれたんだろうけど。補給マンおらんかったからね。あ？わからんの。これさ、いきなり暗い場所に入るとさ、目悪くなるよね。目が慣れないっていうのがあるよね、このゲームにも。そうね。ショットガンが来た時は適当に避けながら撃つとか強い、当たり前だが。イエーイ。隠れる。よいしょ。そこガス投げよう。こっちいるな。おそらくここら辺下がってる。やったね。ガスでやったぜ。ここら辺来るな。すれ違ったか、もしかして。やべ、ピーとかなっちゃった。ピーじゃなくてさ。ピーじゃなくてさ。わからねえ。あ、オッケー。29キル1です。イエーイ。イエーイ。強い、俺。ドヤーって。フレアの使い方を教えてください。え、ただ撃つだけ。どっち？スポッティングフレアの使い方ならね、いっぱい教えられっけどね。まあ、普通のフレアじゃねえや、なんだっけ。あれは知らない。フラッシュフレアの使い方は知らない。イエーイ。動画にするか、一応。一応動画にするかっていうね。鮮やかな立ち回りだぜ。ドヤーって。ドヤーって。自分でドヤる。よっこいしょと。いやー、でも。まあ、すごいよね。本当に。自画自賛、本当にすごいよね。とか。分かったよ、うっせえよっていう。よいしょと。やっぱ、マチコ残壕はね、KD29。KD29 ぐらいなら、まあ、余裕で取れる人いるけどね。世の中に。